厳しい残暑が続き、電力需給が逼迫しているため、東京電力管内では2日連続で中部電力から電力の融通を受けています。東京電力管内では12日午後も厳しい暑さによって冷房の使用などが増えています。電力供給の余力を示す予備率は午後4時半から午後5時で 2.23% に下がりました。安定供給に必要とされる 3% を下回ると電力需給逼迫警報が出されます。このため11日に続き中部電力から最大50万キロワットの電力の融通を受けました。11日は東北電力も猛暑による需給逼迫で、北海道電力や関西電力の送配電など4社から最大45万キロワットの電力融通を受けましたが、12日は受けていません。